いや、フィジカルな、ないんよな、俺。でもな、ほぼほぼファールよ。昨日ヘディングした時さ、入り込まれてさ、それあかんやん、入り込むの。それで、腰強打したんよな。それがマジ痛すぎて、昨日夜全然寝れへんかった。俺それびっくりしたんがさ、まあ、それファールなかったんやん。まあそれはまあ100歩譲って、審判も見てなかったとかかもしれんし、まあええわと思ったんやけど、それはまあええわと思ったんやけど、あの、大丈夫ってその、入り込んできた人、手出してきてくれてさ、でも俺大丈夫やったから、もうちょっと自分で立ちかけてたし、もう、こう大丈夫やでって、大丈夫やでって手返してんやん。ほんならさ、めっちゃおもろかったんけどさ、こう大丈夫やでって手出してんやん。こう、大丈夫ですかって来たから、大丈夫やでってやったらさ、その後さ、去り際にさ、背中にさ、バチーンって針でかまされてさ、相手やで。味方じゃないで。相手の人に針でかまされてさ、え、何みたいな。一瞬沈黙あってんやん、もう、その場。え？みたいな。どういうことってなんで。ほんで、ちょっとして。いやいやいや、あかんやろ、あかんやろ、あかんやろみたいな。何してる、何してるみたいな。まあ、結局何も、ファールとかではなかったけど。俺、なんであれ、張り手されたんやろと思って。帰りの車でもずっと不思議でしゃなかった。結局あれ何やったんやろな。いや、おっさんじゃないで。全然、年下とかやったで、多分。全然年下やったで。見た目的に。ほんま、ちょっと笑ったわ。ポンポンのつもりでやりたかったんやろ、今日な。まあ、その子だいぶ熱入ってたからな。まあ、しゃあないかと思ったけど。ポンポンぐらいでしたかったよな。それがバチーンってやってもうたよな。プロやったら倒れ込んでんで。痛ーい言うて。やられた。舐められてたわ。